山本でございます、私から特段ございませんので、どうぞ。会社実通信の上野です、はい、よろしくお願いします。まず TPP についてお伺いします、はい、ハノイで首席交渉官会合が開かれている昨今ですけれども、はい、TPP を実質的に主導する日米間に残された課題を含めて、早期妥結に向けた取り組みの見通し、今後の抱負を改めてお伺いしたいと思います。はい、昨日からベトナムのハワイで、交渉会合、開始をされたわけでありますが、TPP の早期妥結にはまず事務レベルで早期解決可能な論点をできる限りですね処理をして、政治レベルの決断が可能な形を早く作っていくことが重要であると考えております。交渉全体の進展を図る上では日米間の懸案の解決も重要な問題でありまして、今月以降二国間で集中的に協議を行うことにいたしております。具体的には明日3日からワシントンにおいて日米平行交渉、そして来週の9日火曜日からは東京で農産物のですね協議を予定いたしております。前を着実に詰めていきたい、このように考えております。ローカルアベノミクスについてですけれども、はい、大臣はこの夏国内の各地域を幅広く迫られたというふうに理解しておりますけれども、安倍政権で地域経済再生に密接に関連する町人仕事創生本部の体制づくりも進む中で、とりわけ国民経済の核をなす仕事を作るという政府の取り組みの中で重視されるべきはどういうことかとお考えか、施設の手応えも含めて、主観を聞かせてください。この夏にですね、北は北海道から南は九州まで、全国のですね、経済産業局の素晴らしい大半を訪問いたしました。その中でですね、各地の経済界の代表の方、また中小企業、そして小規模事業者の代表の方と意見交換をさせていただいたり、また地域で活躍している企業等の視察も行わせていただきましたが、その中で我が国はですね、特定の分野で高いシェア、競争力を有する企業が全国各地に多数立地をしており、その地域のですね、雇用を創出している、このことが改めて日本の強みである、こういったことを確信をいたしました。そういった企業を中心にしながらですね、地域での産業の集積をいかに高めていくか、これは一つ大きなテーマであると考えております。また地域資源を活用する企業を訪問した際にはですね、例えばその地域の食であったり観光など地域資源をうまく組み合わせてですね、地域全体のブランド力を上げ、それを生きがいに発信していくことによりまして、その地域に消費者を呼び込む、そういったインバウンド、または生きがいにですね、さまざまな販路を開拓する、こういったアウトバウンド、こういった需要の取り込みを行っている企業も多くですね、こういった可能性も追求をしていきたい、このように考えております。今月の21日にですね、経済産業省におきましても、町人仕事創生対策本部、これを立ち上げましてですね、地方の創生、そして人口減少の克服に向けた取り組みに関してですね、省を挙げて関連施策を強力かつ総合的に推進する体制を構築したところでありまして、私のですね、各地域への訪問の成果も具体的な政策に反映をしていきたい、このように考えております。感謝は以上です。各社お願いします。はい、新報新聞の田中と申します。はい、仙台原発の反響なんですけどね、はい、ただの一部報道で地元の避難計画づくりを支援するために、はい、経産省の職員を鹿児島県と薩摩川内市に派遣するということと、はい、あと最下部に地元理解を進めるために地元対応性があれば経産大臣含む関係閣僚をが現地に入ることも検討ということが報道であったんですけども、はい、まず
前者でありますが、今回ですね、経済産業省の職員5名につきまして、内閣府に併任をする形で、鹿児島県に3名、そして薩摩川内市に2名、派遣することといたしております。これは立地自治体等における地域防災、避難計画の充実に向けた取り組みが本格化している、このことを踏まえまして、その支援を強化することが主たる目的であります。具体的には、地域防災、避難計画について、立地自治体等のですね、要望をしっかりと把握をして、関係省庁との連絡、調整等を行うことを考えております。この5名の職員につきましては、原子力防災を所管いたします内閣府の併任、昨日発令をいたしまして、近々派遣をしたいと考えております。後者についてでありますが、具体的にですね、予定等が決まっているわけではありません。いずれにしてもですね、鹿児島県知事をはじめとする関係者とよくコミュニケーションを取りつつですね、要望も伺いながら関係者の理解に向け適切に対応してまいりたい、そのように考えております。はい、杉山さん、経団連がですね、はい、政治経験を再開するという動きにこれが閉じられております。そのことについて、冒頭でおっしゃったように、経済発展させるということは大切なことだと思うんですけども、それと政治と金との関係というのは、これまで長い間、いろいろ議論されてきたように、いろいろと賛否があると思います。その中で、例えば原発再稼働で経団が起きているわけです。で電力会社の中にもそういう財界の中でそういう活動して、もし、原発関係の企業なり、電力会社が研究するとなれば、それはこれまでの例からいくと、電気料金の中で、国民が負担することになるとも、価値がないですね。そういうことも含めて、それの原因についてですね、経済観測する大臣としては、国民からそういう批判もあるということをどう受け止めて、おられますか。さまざまな政策を立案していくにあたってですね、実際に、現場で、企業の経営をされている、経営者の皆さんであったり、それは大企業に限らず、中小企業、小規模企業の皆さんとですね、意見交換をし、そこの中で得られたさまざまなですね、知見であったりとか、そういったことを、政策に反映していくということは極めて重要なことだと、そのように考えております。その一方でですね、政治献金の問題についてお尋ねありましたが、具体的に企業の側でもしくは団体の側でどのような対応を取られるかにつきましては、まさに経団連はじめですね、内部でしっかり議論され決められるべきものだと、そのように考えております。他よろしいでしょうか。すみません、テレビ朝日の国吉です。今日が最後の会見になるかもしれないのでお聞きしますが、この1年8ヶ月就任された、この大臣でいらっしゃった間の成果とか、あとやり残したことなどあったら教えてください。おそらくですね、明日、内閣改造そして党役員人事ということになると思います。総理がお決めになることでありまして、明日になりませんと分かりませんので、今日の時点ではコメントは差し控えさせていただきます。